厳しい学歴社会で知られる韓国で、新型コロナウイルスへの厳戒態勢のもと。日本より一足早く大学入試が行われています。まあ、去年はですね、ここに応援の生徒がたくさん詰めかけていたんですが、今年は全くいません。例年にない静けさとなっています。日本のセンター試験にあたる韓国の大学修学能力試験は。 新型コロナの影響で今朝2週間遅れで始まりました試験場には飛沫防止用の仕切り板が設置され感染している学生らも受けられるように専用の部屋が特別に設けられるなどこれまでとは様変わりしています一方で白バイやパトカーで遅刻しそうな生徒を送るなど人生を決めるとまで言われる試験に挑む受験生に対するバックアップは健在でした